株式会社プレコンラインの長谷川です。チャート理系学のユーザーさんに向けたサポート情報です、えー。少し前に遠隔サポートを始めましたという話と、それからその遠隔サポートに使うエニビュアというねソフトをインストールしていただくと非常にサポートが楽ですよというお話をしました。えー、エニビュアこういうソフトなんですけどね。ここ今少し、えー、番号隠してますけど、えー、このようなソフト、 これをインストールするだけで、まあ、この番号をね、えー、9桁の番号が出てくるんですけど、それをこちらにお伝えいただければ、簡単にパソコンを接続してね、えー、サポートができるということで、それ以来、えー、もうすでにかなり多くの方にサポートを利用していただいていて、えー、こんなに簡単にパソコンつながって、こんなすごいサポートが受け入れるのか、ありがたいっていうことで、えー、喜んでいただいております。ただ一方で <laughs>、ただ一方で、えー、 この n v a は入れてみたけど、うまく使えない。例えば起動しない。なんか n v i 入れたんだけど出てきません。番号が出てきません。みたいなね。そんな問い合わせがちらほらありますので、この動画でその原因というか、えー、そのあたりを、えー、説明したいと思います。まずこの n v a はこれ今出てるわけですけど、通常は n v a を入れると、こういう、うー アイコンが出てきますので、これダブルクリックすれば、n v i e のこういった画面が出てくるはずなんですよね。ただ、この画面が出てこない場合があります。その場合はどういうことになっているかっていうと、実はすでに立ち上がっているんですよね。で、これ、パソコンのこのタスクバーって言いますけど、このタスクバーの右の方に、この隠れているインジケーターを表示するというヘの字型のこのボタンがあるわけですが、 これをクリックしますと、ここにね、エニビアがもう起動してますよっていうのが出てくるんですね。ここに出てくるソフトっていうのは、もう今起動しているソフトなんです。パソコンのバックグラウンド、裏側で動いていると。でここにエニビアの青いアイコン出てると思いますので、これをクリックしますと、こんな風に立ち上がってきます。そして、それでも番号が出てきてない場合っていうのは、この左側のボタンのどれか、 違う場所ですね。この三角のところを押しますと番号出てくるんですけど、三角以外の場所だと番号出てこないんで、この三角以外の場所が押されちゃってるんじゃないかなと思うわけですね。なので、もし番号出てない場合は、出てない場合は、この三角の部分を押していただければ番号が出てきます。それからその、今みたいに、 予期せぬ起動っていうかですね、自分が意識してないのに起動しようと思ってないのに起動しているっていう、それを防ぐためにはですね、えー、ここに設定画面がありまして、えー、ここで基本設定のところ、これ開きますと、この歯車マークをしてね、基本設定のところを押しますと、えー、最初ここデフォルトインストールした状態では、パソコンを起動するときに自動実行するっていうところにもうチェック入っちゃってるんですね。 これをあの外しておいてください。外しておいていただければ、えー、自動起動することがないので、えー、ここの中にも出てきませんし、もうここをクリックしても出てこなくなりますし、起動してないので、その状態でこれダブルクリックすれば n v a は出てきますんでね。なので、えー、n v a が出てこないっていうのは、 まず、起動してないので、あ、起動しちゃ、もうすでにしているので、n b a はクダブルクリックしても出てこない場合は、ここのインジケーター、隠れているインジケーターのところから起動させるということですね。で番号出てない場合は、出てない場合は、この三角のところに合わせるということで番号が出てくると思います。今ちょっと隠れてますけど、ここに9桁の番号が出てきますので、この9桁の番号を電話、メールなどでこちらに伝えていただければ、 簡単に、えー、接続ができますのでね、えー。インストールの方法は一つ前の動画をねご覧ください。この動画の概要欄にもねインストールの方法の動画貼っておきますのでね。でこの二つの動画を見ていただければ NV は、えー、使いこなすことができると思いますので、ぜひこれパソコンに入れていただいて、どんなサポートでもできます。もうこれさえ入れておいていただければ、あらゆるサポートが可能ですね。今だでやったらうちに え、パソコンを送っていただかなくてはできなかった高度なサポートが全部オンラインでやってしまうことができます。ので、えー、ぜひご利用ください。え、今のところですね、基本的にすべてのサポート無,無料で行っておりますので、ぜひご利用ください。ということで、エニビュアのね、えー、使い方、えー、遠隔サポート用ソフトエニビュアの使い方、起動しない、番号が出ない、 こういったよくあるご質問にね、お答えしました。参考にしてください。えー、株式会社のプレ、株式会社プレコンラインのラジオエジ、あ、長谷川でした、ラジオエジとしていつもやってますけどね、長谷川でした。では、説明以上です。